こんにちは。今日は G2 ジェットファイヤーの紹介をしようと思います。サイバージェットシリーズとして発売された実際ならも名作です。後にユニバースシリーズでも再販されてます。ロボットマスターでも再販されましたね。ではまずは着陸脚倒しましょう。そして足のブロック、ここにピンがあるので外します。左右外しますね。腰のブロック、これを倒します。腰のブロックを前に倒します。足を前に出し、これで脚部は完成です。そして上半身、表側に武器のピンを外します。ここにピンがあります。そしてぐるっと回して、このジョイントから回転、同様にこちらも回転、前に倒します。これで腕が完成になります。そしてこのピン2点ありますけど、このピンを倒すことで上半身が起きます。実ジェットワイヤー、ちょっと実は立ちが良くないんですけど完成です。この武器は手で押すことで発射することができます。えい、以上です。